どうもこんにちは。ロンチパッドミニで遊ぶの続きを決めていこうと思います。前回はアップセレクターを外部ファイル化したんですが、ちょっとあまりのノープランぶりにですね、自分でもびっくりしたんですけど、かなりしっちゃかめちゃかになってしまって、一応できたはできたんですが、結果的にですね、内部で使ってた関数を引数でもらう形にしたくらいで、ほとんど何も変えてないっていうことにね、収録後気づきまして、で AppTSX の方のこのオンなんちゃら関数はこういろいろ書き換えてしまってですね、正しいかどうかっていうのがちょっと自信を持ってこれは正しいんだとは言えないような状態なので、まあコードを比べてね、妥当性見てもいいんですけど、もう一回やった方が早そうなので、もう一回ねやり直してみようと思います。こっちはさっさと終わらせてテストを、重点的に、ね、作っていこうかなとは思ってるんですけど、まあやれるところまでということでやっていこうと思います。まずはね戻します。残念ですけど、まあノープランでやるとねこういうことはよくあるんで、一旦ねコミット適用前に戻します。でこれでリバートコミットが入るんで、はい、戻しましたと。でアップセレクター自体がなくなってしまったので、アップセレクターをもう一回作ります。ウェブのところで新しいファイルでアップセレクター TSX とします。はい、でアップセレクターですね、アップセレクターを単純に一回持っていくということをします。前回のはそんなにね難しいことはなくて、自分ただ単純に混乱してたっていうね、それだけなんで、コンストエクスポートしてあげます。でカレントアップはこれがね、カレントアップはプロップスなんですけど、あステートなんですけど、チェンジとかの中でしか使ってないんじゃ使ってない説が濃厚でですね、これは持っていける気がしてます。なのでこれがよいしょ、まずここに来ると、ちょっとこうしようか、はい、こう来ると大丈夫なはずだ。でオンチェンジの時にセットカレントアップをするんだけど、これチェンジアップはチェンジアップはこれなんで、これそのまま持っていけるんで、こっちに持っていくと。でチェンジアップした時にセットカレントアップをやってあげることで、このステートの値をね変えなきゃいけないんで、これでいいターゲットバリューに変えてあげるということをしてあげると。であとはオンチェンジは呼び出してもらわなきゃいけないんで、オンチェンジ関数はここに作っておきます。で新しいアップパスですね、アップパスをストリングで返して、何も返さない関数というのを作っておくという感じですね。でこれがこのオンチェンジになるんで、オンチェンジアップセレクターですね、これがアンスコ、前回ねどこ行ったんだって言ってたアンスコアップチェンジだったんですけど、それすら忘れてたってね、悲しい事態でした。で、あとはアップリストをもらうというのも、これ必要なんで、アップリストはもらってきます。これがレジスターアプリケーションの配列ですね。はい。引数としては、だいたいこれで、あと、あたたたたたた。これでよくて、あと、オン、ユーズステートがないか。ユーズステートがなかった。ユーズステートなんで起こってんの？大丈夫かな。はい、あとはリムーブアップとアットアップなんで、この2つを単純にもらう感じですね。リムーブアップをやる、でアットアップをやる、でリムーブアップは今選択されているやつを送ってあげないと多分処理できなくなっちゃうんで、こうします。あとは多分いらないはず。ユーズステートなんで起こってんのこれ、大丈夫かな。アウェイトいらない。はい、でリムーブアップはオンリムーブにして、
これをオンアットに変えるという感じで、オンリムーブ、オンリムーブをただ単、あ、オンリムーブはただ単純に読んじゃダメで、これでカレントアップを、カレントアップを渡してあげて、こいつを消してくださいよということを言ってあげる。で、アットアップはオンアットを単純に読んでもらえればよろしいという感じですかね。あれ？なんでだ？なんで怒ってんの？あ、リアクトコンポーネントの中でやってねってことか。ちゅうことは、これをプロプスに変えないといけないんで、そうすると、ちゃ、インターフェース、あ、こういう制約があるのね。アップセレクタープロ、プロプスでいいか。プロプスを作って、こうしとく。これ大丈夫かな？ OKOK。で、こっちでプロプスですよと。で、アップリストオンチェンジオンリムーブオンアットを受け取りますということに、あれ？して、あ、こうか。はいはいはい。頭大文字じゃなきゃいけないのか。そうだね。頭大文字じゃなきゃいけないんだ。アップセレクター、はい、いいんでないでしょうか。はい、これでアップセレクターは本当にリアクトコンポーネントにできましたね。 OK。 そしたらアップセレクターのところがこうなりますと、はい、でアップリストにアップリストを入れて、オンチェンジのとこに、オンチェンジアップセレクター入れて、オンリムーブに、オンリムーブとオンアットに何かを入れるんですけど、まずオンリムーブがこれなんで、オンチェンジアップセレクター、セットカレントアップはやってあるからこれいらなくなりますと。だからこれだけやればいいっていう感じですね。アップパスをそのまま渡してゴニョゴニョと。更新かけるのかな。はい。で、アットアップがオンアットアップセレクターとしまして、アットだからこれでよくて、カレントアップを渡してはいるんですけど、セットカレントアプリケーションはやる必要ないね。新しく、オンアットアップセレクター、まあカレントアップつ、まあいっか、ちょっと気持ち悪いけどこうしましょうか。今選択されてるやつもなんか処理上必要っぽいので意味はないんだけど、こうします、しょうがないんで。ちょっとやだな、ちょっとやなんですけど、まあ、しょうがない。オンアットも同じ感じで、よいしょ、オンアットもカレントアップを渡してあげるという感じでいいかな。はい。で、これがオンアット。あ、逆になっちゃった。オンアットがこれ。で、リムーブアップが同じで、これを呼びますよと。で、アップパスと同じやつは消して、アップパスを削除して、で、チェンジアップがこれ、オンチェンジアップセレクターなんで、オンチェンジアップセレクターを呼び出して、更新をかけてくれということを言うという感じですね。で、これがオンリムーブアップセレクターになればいいんで、はい、オンリムーブアップセレクターということになりましたと。OK。これでいいですね。はい。
これは間違いはねえだろう。はい。で、プリファレンスを開くと、うん、大丈夫そうですね。多分ね。変更もされるし、削除もできるし、デフォルト選べるしね。で、追加もボタンポチで出てきて、なんか適当に選ぶと、あれ？開く。うん、入る入ると。いうことで、大丈夫そうです。はい。ちゅうことで、一旦これで OK かな。で、NPM、なんだっけ、プレイライト？プレイライトテストはやればいいんだけど、こっちのテストでやった方が早いか。これ、E3のテストを一発流してみると、いいと。まあ、今、数が少ないんで、あんまりですけど、いっぱいあれば、まあ、これでね、デグレてないかは確認できるという形で。あ、大丈夫そうですね。まあ、とりあえず3つしかないけど。はい。ちゅうことで、OK です。まあ、テストが増えていけばね、デグレることも少なくなるんで、まあ、それはこれからって感じですかね。で、エグザンプルはいらなくなるんで、こいつは削除して、ゴミ箱に移動して、で、これは、まあ、テストスペックでいいかな。テストスペックにしておきます。まあ、1位のテスト1個しかないんで。お、なんかこれ、え、何これ、何した、あ、なんか入ったんだ。ジェストセットアップ、E3 テストスペック、あ、テストスペック、なんか入ったんだね。なんか変わったらしいです。ここが変わっただけでね。はい。あたた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 、なんか起きたぞ。はい、ということで、OK かな。はい、OK っぽいので、テストを、単体テストの方をね、作っていこうと思います。まあ今日はサクッとやれるところまでやっちゃおうかな。ウェブの方に新しいファイルで、何があったっけ？ウェブの方の、アップセレクター、バックグラウンド、アニメーション、アクションエディターかな？アクションエディターから作っていきましょうかね。ションエディター、スペック TS だっけ？ X。あ、違う。あ、いいんだ。アクションエディター TSX でいけるんで、こうしましょうか。はい。で、ボタンのこいつをちょっとパクってですね。ググググ、なんか重い。よいしょ。まあ、こんな感じにして、で、デスクライブでこんな感じかな。で、ウェブのコンポーネンツのアクション、ウェブのアクションエディターズを持ってきて、アクションエディターをもらってくる感じなんですけど、これだとテストできんか。そうだよね。こういうふうにしなきゃ。あ、大丈夫か。大丈夫か、大丈夫か。大丈夫ですね。ちょっとこれちょっともらってきて。よいしょ。とりあえず、こんな感じにしたいということだけ書きつつですね。アクションエディター、これ使ってないから、いいか、消しとくか。いや、あ、いいか、消しとくか。使ってないのはいらんわ。で、アクションエディターはオンチェンジとアクションをもらうやつです。これなんでアクションとオンチェンジになってないんだろう。逆にしよう。はい。最初にアクションですよね。アップの方を直すか。アクションエディターはアクションを先にもらうべきだよね。うん。よし。で、アクションエディターですと。はい。で、アクションエディターは、なんだっけ、アクション？アクションエディターは、まずの、ノーンか。コンスト、アクション、あ、アクションか。アクション、ちょ、なんだっけ。
ショートカットアクションだっけ、全然忘れたな。よいしょ。アクションエディターでアクションもらって、ショートカットだったら、ショートカットエディターに行って、ショートカットっていうアクションか。はい。まずはショートカットを見たいんで、ショートカットにして、ショートカット、これかな。ちゅうのが欲しいですよと。で、こいつは何が必要なのかっつうと、タイプがショートカットで、ショートカットがキーの配列の配列か。ストリングの配列の配列なんで、これキーはただのストリングの配列なんだよね。こうで、こうかな。これで A が押され、A、1個だけ A があるっていうようなものができるはずなんで、これをアクションにして、オンチェンジは、作った方がいいか。前のテストを参考に作れるんで楽ちんですね。FN を作ってオンクリックにして、こいつを渡せばいいと。よいしょ。オンクリックをここで渡す。オンクリックされた時にアクションを引き渡さないといけないんで、ジェスト FN のとこでオンクリックを渡してんだけど、アクションエディターが、あ、殻を返す可能性があるから怒ってんの？何を返してんのこれ、ショートカットエディターとか。あ、何を返してんのか書いてない。この人何返してんの？ JSX エレメントか。あ、リターがないからって、あ、そっかそっかそっか。ちょっと引数を省略してたんですね、これね。アプロンチもこれで3つだけと。で、ここがこうなっちゃってるんで、どうしようかな。あの、スイッチでやるやり方もあるんですけど、あ、ショートカット、まあいいか、消えるだろう。ショートカットエディター、マウスで、マウスエディター、うまく認識してくれりゃいいんだけど、アプロンチエディターで、こんなのね、これでいいんで、アクションタイプで、オンチェンジじゃない、アクションか。アクションのオンチェンジ。あははは。という感じにしちゃえばいいんだが、怒られるか。怒られますね。怒られちゃうか。あ、タイプ。あ、いた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 。あー、そっか。そうね。これで、ここがちゃんとキャストされないから、これじゃダメか。チェ。まあ、スイッチ分にするか。タイプで、ケースでショートカットだったら、リターン。ケースでマウスだったら、これ。ケースでアップローンチだったら、これですよ、ということに。してあげれば問題ないでしょう。ショートカットエディターが見つかります。あれ、消えた。あ、ちょ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 、ショートカットエディターがなぜか消えちゃったんですよと。 OK で、なな
なんでこうなってんだっつね。これ入れ替えします。なんかちょこちょこいろいろ変えなきゃいけない、いろいろ変えなきゃ、これは変えなくてもいい話なんだけど、ちょっと気になったら変えないと気持ち悪いんで変えてますが、これでアクションを前に持っていけばいいか。OK かな？はい。で、アクションエディターをレンダリングして、レンダリングした結果、何があるのっつうと、まあ、ショートカットエディターの何かができてるんで、まあ、うまいこと見てあげればいいんだが、ちょっとどうしようか、どうしようかを考えなきゃいけないんで、一旦こうしてですね、でエクスペクトの1、2B1 って書いといて、まあこれがねうまく動けばとりあえずはいいということにしよう。 NPM テストだっけ、でジェストのテストが動いて、アクションエディター入ってますね。でこれでアクションエディターのテストが動いてくれれば、まあとりあえずいいかな。 これ指定でやればよかったか。 OK ですね。コンソールエラー、パスはした、あそっか、ボイドプロップス、なんか引数で渡してるオンチェンジがおかしいぞみたいなことを言われているような気がしますね。うまくいったとは言えないんだが、とりあえず今日はここまでにしまして、次回ね、あのテストの方の拡充をしていこうと思います。ちょっと事前に見て、どこをどういうふうにチェックしたらいいかなっていうのもね、考えてこようと思うので、まあ、ささっとね、できるような形に用意してこようと思います。ということで、今回は以上。次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価お願いします。では。